小川野康博は、日本の裁判官、東京高等裁判所判事を経て、横浜地方裁判所部総括判事、主に刑事裁判を担当、慶応義塾大学卒業。前橋地裁時代の2003年10月9日には、群馬女子高生誘拐殺人事件の第一審、判決公判にて裁判長として、被告人に無期懲役判決を言い渡した。判決宣告後には、 被告人に、周りの人に、死刑にしなくてよかったと言ってもらえる人間になって、欲しいと説有したほか、被告人の大抵後には、被害者の両親に対し、納得がいかないと思うが、犯人が人を殺すのは簡単だが、国家が死刑という判断をするのは大変だということだ、と語りかけた。なお、同事件は、前橋地検が控訴した結果、2004年10月29日に、 東京高等裁判所が同判決を破棄して死刑判決を言い渡し被告人が最高裁判所へ上告しなかったため死刑が確定した死刑囚はその後法務省の死刑執行命令により2008年4月10日に東京拘置所で死刑を執行された2003年3月の裁判では暴力団による抗争事件で実行犯に死刑判決を言い渡し 制度がある以上は、死刑はやむを得ない。死刑判決は出しましたが、君にはできるだけ長く、この世に留まってほしい。命を奪った人のために、これからできることはたくさんあると思いますと述べていた。2008年1月、タクシー運転手が女性客に猥褻行為を行ったとされる事件で、女性の供述は信用できないとして、無罪を言い渡した。その後、 被告人に一年以上もの長い間拘束してしまい、すみませんでしたと述べた。ありがとうございます。